日本音楽脳育協会の中島直子です。赤ちゃんマッサージっていろいろあると思うんですが、私は音脳リズムマッサージというのをお伝えしています。今日はちょっと詳しくそのことを皆さんにお伝えできたらと思っています。皆さん、小児あんまっていう言葉を聞いたことがありますか？健康の増進や病気の予防として、日本江戸時代には専門家が各家庭を回っていたということがあるそうです。でも19世紀末から産業革命とともに、抱かない触れない育児法というのが推奨されて、なかなか触れるということがなくなってしまったそうなんですね。でもやっぱりそれではいけないと見直されて、今の赤ちゃんマッサージというのが再び取り上げられるようになってきました。三つ子の魂百までということわざがありますが、五感の中でも特に触覚というのは初期段階で赤ちゃん発達するんですね。脳の発達が著しい0歳、できるだけ早い時に触れ合いや良質な音で心と体を育んでほしいと思って、赤ちゃんマッサージをお伝えしています。マッサージをするときに大きなポイントが2つあります。1つ目は環境を整えることです。リラックスしたときにマッサージをしましょう。お母さんやお父さんももちろんですが、赤ちゃんがご機嫌なとき、そしてお腹が空きすぎてもお腹いっぱいすぎてもいない体調の良いときを選んでくださいね。室温は大人がシャツ1枚で過ごせるくらいの温度がちょうどいいです。赤ちゃんにとっても快適な温度なので、ここを心がけましょう。特にオイルを使って肌感冒で行うときには気をつけたいですね。さらにオイルを使う、あるいは使わないときのそれぞれの準備をしましょう。オイルを使うときは、汗やオイルがついてもいいように赤ちゃんの下にバスタオルやマットなどを敷いてあげてください。オイルがないときには、お洋服の上から洋服を滑らせるような形でゴシゴシと摩擦が生じないように気をつけましょう。2番目はマッサージの注意点です。赤ちゃんの頭には大仙門と呼ばれる骨があります。ここは2歳近くまで完全に閉じないと言われているところなので、強い圧をかけないように優しく触れましょうね。さらに股関節、ここも注意が必要です。赤ちゃんの足の形は M 字になっていますね。この形に自然に沿う形でマッサージをしましょう。内側に曲げないように気をつけてください。今回はこの時期ぴったりな海の歌、そしてゆらゆらボート、この2曲でマッサージをお伝えしたいと思います。海のマッサージ始めるね。海というと皆さん、どんな情景が浮かびますか？暑い砂浜の景色でしょうか、それとも波の音でしょうか、あるいは暑い、ね、海の強い日差しを思い浮かべるでしょうか。人それぞれいろんな景色が浮かぶと思います。ぜひ浮かんだ景色をもとに想像力を働かせて、それをお子さんに伝えるというマッサージを楽しんでほしいなと思います。ではまずちょっとお胸とお腹を使って、海の三拍子のリズムに合わせて1番を歌ってみたいと思います。3、はい。海は広いな、大きいな、月が昇る
沈む。三拍子の歌に慣れたところで、今度はいよいよ皆さんが浮かんだ景色ちょっと伝えてみたいと思います。お砂場を歩くような、海の砂浜を歩くような景色が浮かんだ方は、どんな風に手を使ってお子さんに触れて、その砂の感じを表してみたいですか？砂を赤ちゃんの足で踏んだらどんな音がすると思いますか？ちょっとそんなことを考えながら、海の2番の歌を使って手と声とやってみましょうか。暑いのかな、それともそんなに暑くなく歩けるのかな、いろんな想像してみてください。では2番を一緒に歌ってみます。海は大波、青い波、揺れてどこまで続くやら。さあ、お子さんに砂、どんな砂の音、感触、伝えることができましたか？じゃあ今度は3番に行きますね。波の音、浮かべた方もいるかもしれません。どこを触れて波を表してみましょうか？じゃあ私はちょっと首からお手手の方に向かって触っていきますね。では3番の歌を歌いながら、それぞれ、ね、触りたい場所や触って喜ぶ場所を使って触れてみましょう。3、はい。海にお船を浮かばせて、行ってみたいなよその国。お子さんと、ね、海に実際に行きたくなるようなマッサージができましたか？ぜひ五感をいっぱい入れてみてくださいね。次はゆらゆらボートのお歌で楽しみたいと思います。海の上で2人でボートに乗っていくような想像を一緒に楽しんでみましょう。脇の下に手を当てて左右に揺らしてもいいし、足首を両手で支えて背中を揺らすような感じで持っても構いません。お子さんがゆらゆらというリズムを楽しんで、そしてママやパパも海に行っているような気持ちで一緒に歌ってみましょう。では歌いますね。3、はい。ゆらゆらぼうと波の上、ララ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 、いい気持ち。ゆらゆらぼうと波の上、ララ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 。今日は海とゆらゆらボート2つの音楽でマッサージを楽しんでもらいました。皆さん、どんな五感を働かせることができましたか？私たちの周りには人工音も自然の音も本当にたくさん溢れています。このマッサージを通して、ぜひ身近な日常の音を想像して、お子さんに触れ合うときにそれを表現して続けてもらえると、このマッサージを通して親子のコミュニケーションがたくさん楽しめると思います。ぜひお家でもやってみてください。